ゆっくりドラム講座ハーフタイムシャッフル。生徒さんの実力に応じた不粘作成マルチアングルのドラム演奏動画作成24時間フルサポート、初心者からステファン手番にまで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師のレイです。今日はハーフタイムシャッフルを伝授します。ハーフタイムシャッフルとはこういうのです。叩きます。使い手としてはバーナード、パーディーやジェフ、ボーカロが有名ですね。ちなみにハーフタイムではない普通のシャッフルは上の動画で解説したのでぜひどうぞ。ハーフタイムシャッフル、難易度としては比較的高いのでこれからできるわけがない。このセリフを4回だけ言うことを許可します。ではまず最初、シャッフルの下地となる動作を覚えましょう。口で言うとチタチ、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 まずはこれですね。手順は RLR の繰り返し、アクセントは強弱弱です。それすなわち右手は強弱の繰り返し、左手は弱の繰り返し、ドラムの専門用語で言うと右手はダウンストローク、アップストロークの繰り返し、左手はタップストロークの繰り返し、こうなります。左手は置いといて右手はドラム演奏の基本であるダウンアップ奏法で叩きましょうってことです。ダウンアップ奏法もついでに解説しておくと、スティック振り下ろして1打、上げながら1打、こういう動作です。ダウンアップ奏法は基本中の基本なので上の動画で覚えましょう。では、話を戻して、チタチ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 、早速叩きます。RLR の連続となるので右手が2連続の箇所が難しいところですね。ダウン、アップの動作が曖昧だとここが叩けなくて、できるわけがない。そうなるのでダウンとアップの動きをみっちり確認しましょう。で、発にリズムらしくするためにスネアを加えましょう。譜面です。さっきのチタチ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 、この3拍目にスネアの強を加えます。なので口で言うとチタチチタチタタチチタチコーですね。なぜ3拍目なのかというと、ハーフタイムシャッフルのハーフタイムっていうのは3拍目にバックビート、3拍目にスネアの強が入るってリズムだからです。普通は2拍目と4拍目にスネアの強ですね。こういうのです。ハーフタイムシャッフルはこう。わかりましたか？平たく言うとリズムを大きく取るか、取らないかってことですね。では、譜面の解説に戻りましょう。普通に3拍目にスネアの強だけなら良いのですが、ここで厄介なのが左手のスネアの弱。格好よく言うとゴーストノートですね。チタチチタチタタチチタチ、この格好でくくったところが難しいのです。スネアを強で叩いた後、すぐ弱でスネアを叩かないといけません。これもまたスネアの強の時に使う、ダウンストロークの基本ができてないとできるわけがない。こういう羽目になってしまいます。スネアを強で叩いた後、すぐスネアを弱く叩きたいってことはスティックの跳ね返りをなくさないといけません。大切なのはスティックが動くスペースをなくすこと。こういう風に握りが曖昧で手のひらの中にスティックが動くスペースがあると、スネアを叩いた時スティックは跳ね返ります。こんな風にスティックが跳ね返ってしまうと次弱で叩くなんか無理です。スティックが跳ね返るスペースをなくしましょう。ちなみにスティックを思いっきり握るのは単純に疲れるのでおすすめしません。あくまでスティックが動くスペースをなくすだけ。こういう風に、叩いた後スネアのギリギリで止めることができたら5はそのまま弱で叩くだけ、やってみましょう。叩きます。はじめのうちは3拍目の強は、思いっきりフルパワーではなくてそれなりの強にしておくとコントロールしやすいですね。最初から完璧は難しいのでまずはハーフタイムシャッフルの上半身の動きに慣れましょう。慣れてきたらバスドラムも入れましょう。譜面です。一番最初にバスドラを入れました。ドタチチタチタタチチタチ。ここで、できるわけがない。って思ったのならそれは練習不足。さっきのチタチチタチタタチチタチ、これを眠っていてもできるくらい繰り返し練習しましょう。
さっきよりもテンポを上げて、できるなら3拍目のスネアもしっかり叩けるといいですね。叩きます。おめでとうございます。これでハーフタイムシャッフルは完成です。せっかくなのでハーフタイムシャッフルの有名フレーズトトのロザーナのイントロのリズムを叩きましょう。譜面です。トトのドラマー、ジェフ、ボーカロ曰くこのフレーズは3つのフレーズを参考にしたそうです。レッド・ツェッペリンのフール・イン・ザ・レイン、ドラマー、バーナード、パーディーのシャッフル、パーディーシャッフル、ボ、ディドリーのボ、ディドリービート。このあたりはジェフ、ボーカロ本人が教則ビデオで詳しく解説してくれているのでぜひ見ましょう。とても参考になります。では、叩きます。バスドラムを裏に入れるのが難しいかとは思いますが、そんな時はひたすらチタドチタドって練習しましょう。メトロノームを3連符で鳴らしてそれをガイドにするのもいいですね。ちなみにいきなり速くは無理ですからね。最初はゆっくりから練習しましょう。何事も一歩ずつです。慣れてきたら最初にフィルインとクラッシュシンバルを入れましょう。最初のフィルインはスネア、ダム。シンプルですね。私は RLR って叩いてクラッシュシンバルは L って叩くのがやりやすいです。叩きにくいなら逆の手順で LRL で叩いてクラッシュは R って叩くのでもいいと思います。ちなみにジェフ、ボーカロはフィルインは LLR って叩いてクラッシュシンバルは R って不思議な手順です。人それぞれってことですね。簡単そうに見えますがそもそも3連符の一拍フィルインって馴染みがないのでやってみるとできるわけがない。そう言ってしまうと思いますが、まずはいろいろ試して自分の叩きやすい手順を見つけましょう。叩きます。おめでとうございますと言いたいところですが、さらにもう一声。ジェフ、ボーカロが教則ビデオではハイハットの開け締めを加えていたので、せっかくなのでやりましょう。譜面です。四分音符感覚で左足を動かします。そうすると裏拍がハイハットオープンになりますね。簡単そうですが、これがまた難しい。まずはさっきの左足を動かさないベアをみっちり練習しましょう。いきなりこの譜面のベアに挑戦するのは無謀です。何事も一歩ずつ、これが大事です。そうしないとできるわけがない。そうなってしまいます。難しいのはここですね。赤矢印のところは右足はバスドラを踏み込む、左足はハイハットを開けるために上げる。ハイハットを操作するときはかかとをつけたままが理想ではありますが、テンポが速いのでかかとつけたままの動きでは左足のすねが砕け散ります。なのでできるだけ小さく、ボクサーがやってるかっこいい縄跳びみたいにできるだけ小さい動作で操作しましょう。思いっきり足を上げ下げするとハイハットがわちゃわちゃするので注意が必要です。どうしても気持ちが抑えきれなくて、足が激しく動いてしまう。そんな時はハイハットの開け幅を調節しましょう。開いてるか開いてないかわからないくらいほんのちょっぴりに調節します。ドラム講師としては、普通の開け幅でコントロールしてほしいですが、無理なものは無理と割り切るのも重要ですね。では、叩きます。簡単でしょう。ちなみにジェフ、ボーカロはライブでは違うの叩いてます。上段がライブベア、下段が教則ビデオベアに小節目が違いますね。なぜ変えたのかはわかりません。好きなのを選ぶといいと思います。ちなみに音源ではハイハットを開け閉めしてるようには聞こえないし、スネアとバスドラが同時になってるようにも聞こえません。レコーディングで音源作って、その後教則ビデオ、ライブは後期ベアなので、順番としては音源、教則ビデオ、ライブですね。何が言いたいかというと、ジェフ、ボーカロは音源作って完成ではなく、日々自分のフレーズを試行錯誤していたってことです。それはとてもかっこいいことだと私は思います。さっきも言いましたが、ジェフ、ボーカロの教則ビデオはハーフタイムシャッフルを叩く上でとても参考になるのでぜひ見ましょう。元ネタとなったバーナード、パーディーの教則ビデオもとても参考になるので見ましょう。両方とも、基本の基本から教えてくれるので、ハーフタイムシャッフルだけではなくドラムの技術全般に役立ちます。ぜひ見ましょう。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクールドまでぜひどうぞ。Twitter とインスタのフォローもぜひどうぞ。せっかくなのでフォローかボタンも一つよろしくお願いいたします。
それのことは他にもたくさんあるのでしょうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。チャンネル登録はせずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投資は私の希望になります。ではお別れです。ねえ、簡単でしょう。